私も大変素晴らしいことだなというふうに思っておりまして、この長時間労働をなんでやめるのかという、その根本的なところなんですけれども、私はまず、これは別に国の職員さんだけではなくて、一般的にその働いている方に言えることだと思うんですが、やっぱりいい仕事をしてもらいたいと、もう一つは、その方が良い人生、いい人生を送っていただきたいと。 大きいはこの2つななんだろうなというとうに思っておりますでやっぱりその時間に追われてぎちぎちで余裕がなくてっていう中でやっている仕事の環境ではどんなに優秀な人であってもやっぱりもうその仕事を終えるだけで手一杯になってしまってなかなかそのクリエイティブ創造性の高い仕事をするっていうのはこれはなかなか難しいものだろうというふうに思ってますしまたその方の人生を考えますと やっぱりその仕事以外の時間で、まあ、例えば、えー、家族と食事に行ったり、えー、公園に遊びに行ったり、あるいは地域の子どもたちに野球を教えるとか、サッカーを教えるとか、あるいはあ地域の自治会の仕事に参加し、えー、作業に参加するとか、えー、草刈りを一緒にやるとかですね、土俵皿を一緒にやるとか、まあ、こういうことをやっていく中で、 地域との信頼関係というのもできていくと思っておりますし、そうすると定年退職をした後も、地域とのつながりがある中で、円滑にその定年後の第二の人生を迎えることができると、こういうことも含めて考えると、やっぱりその大事なそのまあ20歳代ぐらいから50代、60代という、この長い人生を、いかにして仕事とそうでない時間とうまくこう切り分け、使い分けをしながら、 その方がいい人生を送っていただくのかと、幸せな人生を送っていただくのかということを考えても、これ、は使用者というか、使う立場、雇用する立場の大臣はじめですね、大臣、国の役所の管理職の方々も、そういうところも考えてやっていただくというのはこれ、しかるべき姿ではないかなというふうに考えております。そういうふういふに 思っているわけですけれども、まあ、このぜひあの大臣にお聞かせいただきたいのは、この調査を命じたということの,その背景でありますとか、あるいはそこにある大臣の,その思いについて、お聞かせをいただきたいなと思っております熊野大臣。あの正直、天然後の生活のところまで考えていたわけではないんですけれども、あの最近、特に若手の霞が関の職員の間で、 えー、辞職する意向を持っている職員が非常に増えているということがございます、また、あの国家公務員試験の希望者の数が、えー、平成8年がピークでしたが、そこから比べても半分以下、激減しているという状況で、この霞が関にいい人材が集められなくなってきている。また あのそういう中でも志を持って霞が関に来てくれた優秀な人材が一つは長時間労働でプライベートライフと仕事が両立できないあるいは家庭と仕事が両立できないということで辞めたいとこういう意向を持つようになってきたということで非常に強い危機感を持って おりますあのこういう話はいろいろございますが、まず実際どうなんだということをきちんとデータを取る必要があると思いましたので、まずこの在庁時間というものをきちんと調べてみようということで、えー、この10月、11月、データを全省庁で取るようにということを指示したところでございます森田君。 ありがとうございますあのもうその調べていただくということについては大賛成でございます。で一方で,です、ね、まあ、ちょっとこれあの、人事院の方にお伺いしたいんですけれども、今までこの、まあ、いわゆる在庁時間といいますか、その時間外の勤務も含めて、この勤務実態というのは、どの程度把握してらっしゃったもんなんでしょうか郷田局長。 お答えいたします財、えー、庁時間についての把握ということでございますが、えー、政府全体として計画的に財庁時間の削減に取り組むということを目的といたしまして、平成20年の4月から、えー、人事院と総務省の人事恩急局、まあ、現在では内閣人事局になりますが、まあ、これらと共同して、まあ、各府省の財庁実態の把握ということを行ってきております。まあ、こののの調査は各府省の本府省省本 それぞれぞの局のうちの1つの課について、各月の第1週における在庁状況をサンプル調査により把握しているというものでございます、こういった調査を行ってきているということであります。す森田君それではちょっと確認ですけれども、そのいわゆる全数調査というか、すべての職員さんの勤務時間を把握しているということはないという言い方でよろしいんでしょうか。 郷田職員福祉局長。え、お答えいたします。えっ、ー、と、超過勤務を命じた時間については把握しておりますけれども。別途、あの、在庁時間については、このサンプル調査というものだけでございます。はい、森田君。ありがとうございます。あの。まあ、その在庁時間と。超過勤務の時間が、まあ、その、まあ、どの程度、その。 重なる意味なのか、ちょっと違うのかっていうのがあれですけれども、いずれにしても、全体の調査をあえてするという,こう指示が出ないと、それがわからないっていうのが、あ私はあ逆に驚いたところでございまして、私もあのまあ自分の個人的な仕事では、介護の事業所に携わっておりますけれども、やっぱり常にあの労務士さん、社会保険労務士さんから言われるのは、とにかくその、 労働裁判になったら負けますから、そこはしっかりあのいろんなものを管理してやっていくようにしてくださいということはやっぱり常に言われてまして、まあ、そういった意味では、あのまあ、先ほどのお話聞くと、超過勤務の時間は把握していらっしゃるということで,でしたよね、超過勤務の時間を把握してたということなんですけれども、まあ、例えば、あのまあ、ここから先はまた給与法のときにも、この大臣にお伺いしていきたいなあの、お話ししていきたいなと思っているところなんですけれども、 ICT の,まあ IC T の,そのまあ勤務管理といいますか、IC カードを使ってえ出勤と退勤を管理していくとか、あるいはまあパソコンのログインの記録を使って、勤務の管理をしていくなんていうことがあのできているんだと、これからできたとすれば、もう一時にそのえ各省庁のすべての職員の勤務時間が把握できるということは、 あのこれはもう可能になるわけで、えーまあ、民間の会社であれば、その勤務管理を、まあ、怠っていてというかです、ねあの、ちゃんとそれに見合った超過勤務分の,その手当が、お支払いがなければ、まあ、直ちにそれはもう大きな問題になってきてということなので。まあ どちらかというと、国家公務員にとってはその辺のところがまあ罰則もない中で、曖昧になっているんではないかなと、そういうことを感じております。ですから、この辺んの勤務の管理の仕方も含めてです、ね、ぜひ、えー、まあ、これまた次の,あの法案のときにもですね、給与法のときにも、大臣とも議論していきたいと思いますけれども、ぜひその辺のこの単なるその技術を入れるということだけでなくて、ぜひその、 勤務管理のですねこうまあ見える化も含めた一体的な活用ということで考えていただけるといいなというふうに思っております。であのそれからの人事院の方にです、ね、そのまに超過勤務のことでえ重ねて伺いたいんですけれども、えっと、平成31年の4月から、あまあ今まで目安であったものが、 人事規則の中に明確に位置づけられてきたと、超過勤務の制限というものが、ね、厳しく位置づけられるようになったということがあります。で、その、頂、えーまあ、い,いている資料を見ますと、平均の超過勤務の時間数が、2018年のときには226時間、平均がですね、本省に限っては365時間。いい 2019年の数字はこれが219時間で、本省に限っては348時間と、平均でこういう数字です。で、この規則で上限で定められている数字というのが、360時間と、他律的業務が多い部署に限っては720時間という数字がありますので、先ほどの本省に限ってという数字を見ると、365時間とか348時間という数字ですから、ほぼこの上限いっぱいに近い時間が2019年であっても、 超過勤務というふうになっているという理解ができるんだろうなと思います、それ今度のこの人事院の定めの中に、6か月以内にこの超過勤務、と上限を定められたものを超えたところの,ですねその把握をして、その要因の整理であったり、分析であったりならびに内容の検証を行わなければならないと。 いうことに、規則上なっておりまして、ということは、これはあの、まあ令和元、平成31年の4月から令和元年の3月までの1年間ということでしょうから、えー、とそこから3月末から6ヶ月ということになりますと、9月の末の段階では、この、まあ、報告というか、検証というかです、ね、まあ、これを行わなければいけないという期間になっていると思うんですが、これ、各省庁からのこの報告というのは、今、どのようになっておりますでしょうか。 郷田局長お答えいたします委員ご指摘のように、平成31年の4月から人事規則におきまして、懲戒勤務命令を行うことができる上限を原則1年について360時間、それから他律的業務の比重が高い部署においても720時間などと設定しております。この多立的な部局につきましては例えば月あたりで まあ100時間いかないとかです、ね、あの2月または6月の平均で80時間いかないとか、それから45時間を超えるともろについてあってあの、えっと年間、年度内に6回までとか、いくつかの上限が課されておりまして、でこれを超えたもの等については、委員ご指摘のように、あの本年の9月末までにそれぞれの省で検証を行うというふうな立て付けになっております。 この検証結果について、私どもで今、各省からどういうふうな事情で超えたのかというのは、一つは報告を求めておりまして、今、これを取りまとめているというところでございますし、また単なる調査票だけでは、具体的にどのような事情でそういった上限を超えてしまったことが発生したか、また、超えるに至る経緯で、どのような対応を試みたとか、また今後どうしていくのかということについても、各省から事情を伺い、また指導としていかなければいけませんので、現在、 各省の人事課長等とヒアリングを始めているところでございまして、これを今、取りまとめをやっているという最中でございます森田議員。はいえーとまあ、規則上は6ヶ月以内にということがありますので、まあ今年はいろいろコロナウイルスの関係もあったり、あるいは初めての制度の運用であったりということで、いろいろ事情があるということは承知をいたしておりますけれども。 決まりは決まりという面もあると思います、まあ、今、もう11月に入っておりますので,で、ああ今、その細かいお話というのは、参考人の方からお伺いしたんですけれども、この辺の制度の根幹であるその半年以内にきちんと、これはもう制度で定めた上限をさらに超えた部分についてのまあ分析、検証でありますから、かなりそういった意味では重いところの話をしていると思っておりますので。 まあぜひこのまあ報告とか把握について人事院としてどのようにお考えかですねあの総裁からその辺の方向性についてお答弁いただきたい。人事院一宮総裁。え先ほど局長の方から。 細かい点についてお話申し上げたところでございますが、今、各府省の方から提出された資料に基づきまして、各府省における実情聴取し、改善方策について指導、意見交換を行っているところでございますので、引き続き制度の適切な運用が図られますよう、必要な指導等を行ってまいります。君 ぜひよろししくお願いいたしますあの、まあ、民間の会社ですと、労働基準監督署のこうお世話にならないようにということで、えー、日々いろんな工夫をしたり、残業時間を切り詰めて、まあ、これはあの、えー、民間ですと、当然それがあの人件費の上乗せになってくるものですから、その収支のバランスのことを考えても、かなりそこはシビアに民間企業はあのやっているんだろうと思います。 まあのいわゆる採掘残業というようなことをしないということも含めてです、ね、この一定の時間の管理をきちんと線を引いてやっていくというのは、この制度に、えー、の下,下敷きになっているような大事な思いだと思いますので、ぜひはそのあたりのです、ねえー、資料監督というものを、人事院の方でしっかりとやっていただくと。 民間も労働基準監督署の指導監督の下でしっかりやろうということで、今、機運を高めてやっていこうというふうにやっていると思いますので、ぜひあの国のほうもですねそこのところは、歩調を合わせるというよりは、どっちかというと、きちんと先を行くんだという危害でやっていければなというふうに思っております。それからのまあコロナ関係に関連してなんですけれども、テレワークのことについて、お伺いをさせていただきたいと思います。あの えと大体昨年、こ、えー、今年のです、ね、2月の下旬ぐらいからこう、民間企業に対しても、国の方からあテレワークだとか時短だとか、時差通勤だとか、まあ、そういうことも含めて、いろいろ推奨していった都合で、まあ、国の省庁でもそこに合わせるようなタイミングで,です、ねえー、テレワークを推進してきたと、あ,のあるいはもう緊急避難的にやらざるをなかったという面もあったと思いますが。 このあたりの状況について、まあ緊急事態宣言の期間を中心にですね、まあどのような形でまあ人事の方で把握されているかお答えいただきたいと思います。後田局長、お答えします。えー、国家公務員のテレワークにつきましては、あの働き条例から働き方改革の一環として、まあ内閣人事局を中心に。えー 取り組みが進められておるところでございまして、まあ、その状況につきましても、取り組んでおられる内閣人事局の方で取りまとめられているところでございます堀田君え。ということは、まあ、人事の方ではまだあの詳細は把握してないということだと思うんですが、えー、同じ問いなんですけれども、これ、人事局の方ではどのような形で今発しますか、内閣人事局、堀江人事政策統括官。 お答えいたします国家公務員のテレワークにつきましては、従来からテレワークデイズなどの機会を通じて、推進に取り組んでまいりました。本年でございますけれども、コロナ禍による緊急事態宣言下では、感染症対策に万全を期しつつ、必要な行政機能を維持すると、そういった観点から、特定都道府県に,おいてに所在する官職においては、5割以上、できれば7割の出勤回避ということを目標に、テレワーク、在宅勤務などを行ったところでございます。 その結果、従来よりも多くの職員がテレワークを継続的に行うような状況になったというふうに考えております。一方で、こうした出勤回避についての課題を把握し、対応策を検討するため、私ども内閣人事局の方におきまして、ですね国家公務員に対し、緊急事態宣言下でのテレワーク等の頻度とか、生産性、利点、課題などについて、アンケート調査を実施しております。 結果につきましては、現在、集計分析中でございますけれども、職員からはテレワーク等の課題として、例えばテレワーク可能な端末などハード面での不足の問題、あるいは紙を前提とするテレワークしにくい業務プロセスの問題、また出勤した職員に業務が偏るといったようなマネジメント面での問題、そういった課題が指摘されているところでございます。 えー、ありがとうございますまたこのこれについても、引き続き給与法の質疑の中でも、大臣ともお話ししていきたいなと思っておりますけれども、あのまあ、これ、えーっと、テレワークという単なるこの技術的な問題というよりは、どっちかというと、仕事とは何かという、かなり本質的な問いかけを私たちに投げかけているんではないかなというふうに思っておりまして、まあ、例えば私が関係しているところでも、 介護の事業所ですと、もう介護の現場そのものにいないと、テレワークというのはもちろん成り立たないわけで、例えば、介護もあの緊急事態宣言のときには、一部その時間を、例えば短くしたり、あるいはその自宅でえまあ療養できる方は自宅にいていただいてなんてこともやりましたけれども、やっぱり長期に自宅にずっといていただくっていう方が増えてきますと、足腰がまた弱くなったり、あるいは認知症の。 程度が悪くなってしまったりなんていうこともありまして、結局、現場にこう出てこられるということもありましたので、現場にいないとできないまあまあ介護とか医療とかそういうあの仕事もありますし、それからまあ私の関係で言えば、例えば地元の事務所、政治の方の事務所は、例えばこの期間中は電話をいろいろ。 有権者の方にしたり、事業者の方にしたりとかっていうのはできたりとか、あるいは玄関先ぐらいで資料を渡すぐらいだったら大丈夫かなとかですね、そんなこともあったりしながら、いろいろ工夫してありましたけれども、基本的にはそのメールでやり取りしたり、あるいは結構、東京の事務所もファックスがいろいろと来ることも多いんで、ファックスを転送して、メールに流せるようにしたりとかですね、こういう少しずつ工夫をしながら、なんとかテレワークができるようにということで、私自身も工夫しながら、その期間もやっておりましたけれども、 まあ本当にそのこれがうまくいくと、テレワークでこう切り出された、いわゆるジョブ型といいますか、この仕事とこの仕事とこの仕事をやってくださいというのが、ちゃんと明確になれば、かなりその例えば障害者の雇用の部分を見ても、この部分のこういう仕事だったら、障害者雇用のこういう方にお任せできるかなとかですね、そういう,こういろんなこの発展性というか可能性を、 こう含んでいるまテレワークというま一言で言ってもですねあの可能性も持っているんだろうなと私は思っておりますぜひあのこのあたりのまあ,あのことについてもですねまたあの法案の審議の時にえ議論していきたいなというふうに思っておりますあとあの最後人事院の方にまた伺いたいんですけれどもまあ テレワークを推進するとかしないとか、あるいはどういう形で技術的に進めていくかとかっていうのは、あの人事局の方でやっていくんだと思いますが、えー、テレワークによるです、ね、いろいろと、まあ、心身の不調であったりだとか、いろんなそのお、まあ、いわゆるその労働環境に関係するところの問題っていうのも出てくるんだろうなと思います。このあたりについて、人事院としてはどのような形で今後、対応していくか、そのあたりについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 人事一宮総裁委員、e、の方からお話がありましたように、テレワークにつきましては、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方を可能とするものであって、職員のワークライフバランスの増進や通勤による労働、<coughs> あの疲労削減などの効果が期待できるとともに生産性の向上が期待される場合もあると認識しております。一方で、あの先ほどもご指摘いただいたような課題のほかに、え職員の健康状態の把握、メンタルヘルスの確保などについての問題もあると承知しております。 人事院としてはこうした課題があることを踏まえつつ、官民を問わず、テレワークによる働き方が広がっていくということを念頭に、柔軟な働き方に対応した執務環境の整備を進めるために、今後、研究、検討を行ってまいりたいと考えておりま庄司田君。ありがとうございます。あのまあ、私もここの期間、まあこの期間中とといいいうかかコロナのことがろろ問題になってから まあズームを使って、えー、オンライン会議をやろうとか、あまあいうそういう機会もありましたけれども、えー、まあ私がよく友人とやっててこう,こう目にした風景は、まあ小さいお子さんがいるうちなんかはズームの後ろにこうお子さんたちがこう走り回ってこう出てきたりとかですね。まあうちはもう一番上は高校生で一番下も中中三なんであんまりこう。う 後ろでバタバタしているなんてことはないんですけれども、その代わりに猫がこうやってきて、自分のパソコンの前を横切って、ですねなんか茶色いものが横切ったねみたいなことをまあ言われたりなんていうこともありましたけれども、そういった意味では、自宅でやるっていうことのいい面もあるし、それからその自分の生活と仕事がこうごちゃごちゃになってしまって、ですね本当にこれで仕事をやっているのかなっていう、このなんか不安というか、いろんなそのもどかしい思いというのもあったりだとか、あるいはその私の友人で、 いたのはやっぱり精神をちょっと病んでしまったような友人なんかは、疎外感ですね、一人でこうやっぱり仕事をやらなくちゃいけないものですから、その本当にこれで自分がやるべき仕事をやれてるんだろうかっていう、その疎外感みたいなものも感じでってというようなこともありました。ぜひあの このへんは、人事局とよくまあ調整をしながらということになるんだと思いますが、ぜひ、いろいろとその新しくまた課題になっでこともありますので、今後も引き続きまた対応をしていただければと思います。以上で質問りりまますありがとうございました次に